ジュエル軍はアメリカ合衆国カンザス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3077人であり、2000年の3791人から18.1%減少した。軍庁所在地はマンケート市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1887年、アッチソン・とピカーンド、サンタフェ鉄道が州内ネバから、 ネブラスカ州スーピアリアまでの支線を建設した。この支線は、ストロングシティ、ネバ、ロックランド、ダイヤモンドスプリングス、バーディック、ロストスプリングス、ジェイコブス、ホープ、ナバーレ、エンタープライズ、アビリーン、タルマージ、マンチェスター、ロングフォード、オークヒル、ミルトンベール、オーロラ、ハッシャー、コンコーディア、カックレー、コートランド、ジュエルグンウェーバーを結び、 ネブラスカ州のスーピアリアをつないだ。ある時点で、ネバからロストスプリングスまでの線路は撤去されたが、通行権は放棄されなかった。この支線は当初、ストロングシティスーピアリア線と呼ばれたが、後に短縮されて、ストロングシティ線となった。1996年、アッチソンとピカサンタフェ鉄道は、バーリントンノーザン鉄道と合併し、 現在の BNSF 鉄道となっている。地元の人間は現在でもこの線をサンタフェ鉄道と呼んでいる。1986年にカンザス州憲法が修正されて、個人がたしなむアルコールの販売を軍の住民投票で承認すれば認めることになったが、ジュエル軍は現在でもアルコールを禁じる、すなわちドライの軍のままである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は914.47平方マイルであり、この内陸地は909.18平方マイル、水域は5.29平方マイルで、水域率は0.58%である。人口ピラミッド1947年6月24日のジュエル軍とリパブリック軍の境にあるリパブリカン川の反乱、ハーディとエイバーの町に近く、 ネブラスカ州道8号線とカンザス州道1号線の橋のすぐ南。通常の洪水位は手前の樹木線である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ジュエル軍は25の軍区に分けられている。軍内の都市はどれも政治的に独立とはみなされず、区の数字のすべては 都市の数字を含んでいる。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。